自分に甘えてごまかしてきたけど、目の前広がる強欲な世界、儚かな希望をかき消した頭は理解しても心が邪魔すんだ。痛くないものを映し出されてく Yes, 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 yes. 身勝手な大人に邪魔させない。これだけ暴いたらこの曲にほっとけるか Yes, 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 yes. 偽善者の仮面ぶち壊してよ。お集まりの皆様、そして配信をご覧の皆様、私たちが活動11年目キャンディングゴーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もアイコロニーライブ集まってくれて本当にありがとうございます。今日はですね、キャンディングゴー最年長のビジネスニャンコ担当キャラがですね、急遽コロナワクチンの副反応でくたばってしまいまして、6人ステージでお届けするんですけども、にゃんこキャラがいなくてもキャンディングゴーはめちゃくちゃかっこいいステージをお届けできます。ぜひ皆様6人ステージレアなんで堪能しながら帰ってください。お願いします。よろしくお願いします。はい、そしてキャンディングゴーからお知らせが2つあります。1つ目は11月7日日曜日の夜、ツインボックス秋葉原にて、キャンディーゴーゴー初のソロ公演があります。出演者メンバー手を挙げてください。はい、この4人が25分枠をそれぞれソロで披露するので、ぜひ予約お待ちしております。そしてもう一つは、私たちただいまブレイブヴィーナスツアー2021というツアーを、開催中でございまして、
ツアーファイナルが12月6日月曜日渋谷スタヤオーイーストとなっております。こちらは2時間全曲バックバンドを従えての公演となっております。物販の方でチケット販売中なのでぜひゲットして遊びに来てください。配信の皆さんは予約受付中なのでお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは今日はキャンディー55を初めて見る方もたくさんいると思うので、次の曲は私がキャンディー55の中でもすごく大好きな曲です。聴いてください。大切なお知らせ。
最高の25分間をありがとうございました。ラスト一緒にキャンディーコールお願いします。せーの、チャ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 、キャンディー。ありがとうございました。ありがとうございました。